激辛 in 新潟来ました、やってきました新潟です。ということで、どうもこんにちは、激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞということで、やってまいりました。はい、今回ですね、新潟県新潟市にあります、麺屋第3にやってまいりました。こちらですね、東京ラーメン賞とかでも、最優秀賞をこう獲得するような結構美味しいラーメン屋さんなんですけども、今回ですね、ここの激辛メニューの、四川麻婆豆腐5辛に挑戦していきたいと思います。一応ね、辛さレベルが、1から5まで選べてまして、聞いた話によってもね、このハバネロパウダーをこう使っているらしくてね、一応ね、もう3辛でもだいぶもう痛くてやばくてもう辛いっていう風なんですけども、5辛、はい、今回5辛、マックスの5辛に挑戦していきたいと思います。で、ちなみにこれね、ハバネロパウダーがですね、なんとね、20杯ぐらいこう入っていく、これとんでもない辛さだと、もう食べ終わった頃にはもう白目向いちゃうんじゃねえのかというぐらいのメニューなんでね、今日はちょっと気合を入れてやっていきたいかなと思います。それでは行った人の感想を見ていきましょう。新潟市東区第2に初めて行ってきました。麻婆麺を注文、1から3辛を選べるそうですが、2辛、かっこ激辛の20倍が3辛だそうで、ビビって1辛にしました。1辛でもかなり辛かったですが、めちゃくちゃうまみでした。ごちそうさまでしたと。今日はね、もう頑張ってこの新潟激辛遠征の花を添えたいかなと思います。それでは行きましょう、レッツゴーはい、それで早速なんか入ってきたんですけども、これメニューを見ますとですね、一応ね、人気ナンバーワンメニューはこの麻婆麺、はい、今回食べるやつですね。そして人気ナンバーツーがチーズ味噌担々麺ということで、これは美味しそうですね、チーズ味噌の。これがワンツーフィニッシュということで、で一応ね、今回この麻婆麺に関しては、この細麺、太麺が選べるということで、今回ね、細麺に挑戦、ね、細麺にしていたしました。うわ、来たー来たー、こちらが麻婆麺5から。なんなんだこれは、とんでもないぞ。うわ、真っ赤っかですけども、すっごいなこれ。いただきます。さあ、第3の麻婆麺5からお手並み拝見ですよということで、うわ、悪魔のような光景ですけども、すごい、あ、もうね、この香りに乗ってね、刺激臭が存分にこうしてきますけども、じゃあちょっとまずスープと言えるのでしょうか、わかんないですけども、まずちょっとファーストタッチスープがいただきます。いただきます。いってらっしゃい。強烈。おー、いやー、この辛い麻婆にハバネの風味がバンとのしかかってきますよ。すごい、そごと入れてるね、20杯。うわ、すごい食べ応えありますね。なかなかパンチが効いてますね。
麺はね、ほぼほぼ終わったんで、残りこの麻婆豆腐、飲み干してこの激辛バトルに火をつけたいと思います。辛い、これマジでハバネロが歯がしびれて、男を見せられるか。そうなんですよ、ビルモーターがビルモーターとこれね、この誓約書書くレベル。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。麺屋第3の、麻婆麺5から辛さレベル、じゃらららら、じゃら辛さレベル 8.5 です。いやマジで強烈、やばい、もうお腹が熱くなってきた。これやばい、超辛い。あの口の中も辛いんですけど、顔もしびれてね、顔も痛いし、食べ終わった後はね、もうね、お腹の中がもうすでに熱くなってきました。速攻性抜群です。いやーこれ、ね、
もう、あの、辛さのスコビル値35万スコビルを誇るこのハバネロのパウダーは破壊力抜群で、いやこれね、本当にしんどかった。マジで辛い。食べてる最中のこれ結構辛いですけど、食べ終わった後マジで心中、しんどい、しんどすぎる。これなのでね、食べる前とかに、事前にね、こう牛乳とかヨーグルト、そういった乳製品を摂取してから、挑む方が、後々楽かなと思いますので、ぜひ、参考にしてみてください。今回ね、この、麻婆麺、紹介しましたけれども、別に激辛ラーメン屋さんではないのでね、普通のラーメンもありますし、麻婆麺に関してはね、この辛さレベルも選べますんで、辛いの苦手な方はね、1からとか、そのぐらいのところから、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ろれつもあんないでね、今日はもうこんなところで勘弁してください。というわけで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと激辛ブログ、ツイッター等々更新しますんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。辛かった。